話の通じない人を自分の思う通り動かす方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日はスペインのグルメの街サンセバスチャンよりお届けしております。青空がとっても綺麗でですね、非常に今海辺のね清々しい雰囲気の中で動画を撮影しております。今日も質問いただきました。ララさん、36歳女性、世間体を気にする保護者に対する対応。私は高校教師で進路相談を担当しています。不登校の生徒を受け持っているのですが、保護者の方が大変なエリートで世間体をとても気にされています。そのため不登校の子どもに対して何が何でも裏の手を使ってでも良い大学に入れたいとおっしゃっています。生徒自身も良い大学に行きたいと言っていますが、行動が伴っておらず家ではゲームに明け暮れているようです。私は生徒のためを思い、まずは保護者の方々にありのままの子どもを受け入れてほしいと思っています。しかし先生も過去と他人は変えられないとおっしゃっているように、きっと聞く耳を持たないと思います。かといって保護者の言う通り賛同してしまったら、この子をもっと追い詰めてしまう気もします。どのようにこの家族と関わっていったらいいでしょうか、という話ですね。教師をされているという方なんですけど、この問題はですね、結構医師にも非常に共通の部分があると思うんですよね。それは専門的な知識を駆使して相手のために全力を尽くして、いろいろアドバイスを行ったり指導を行っていくという意味において、教師というのと医師というのは、非常に共通する部分があるんじゃないかなと思うのです。それでその通り相手が動かないということ、私も医者をずっとやっていて、もう日常茶飯事ですね。いくつかアドバイスをしているのに、その通り実際動いてくれないということはもう日常茶飯事というか、ほぼ毎日というかですね、実際に患者さんと関わっていると、そういうことっていうのはほとんど毎日のように起こってくるわけです。言えることっていうのは、最終的に判断して行動するのは本人であるということです。この場合保護者本人でもあるし、当事者の生徒さん本人でもあるんですけど、それぞれ判断して行動するのは本人なんですね。だからその判断を根本から変えたりするってことは難しいけど不可能ではないけど、時間がかかります。この方法でやったら一番いいのになっていう方法は、教師も医師もたくさんの経験を持っているのですぐ分かると思います。逆に今のままでいくと絶対失敗するよねっていうのは分かると思うんだけども、そういったことも含めて判断するのに時間っていうのはかかるので、こっちが焦ってもしょうがないんですね。だからこちらが言う通りに家族が動かないとか、ご本人なんか動かないっていうことでイライラするっていうのは、医師の立場で言うと医者の傲慢ですね。患者さんが迷ってるのに、なんでお前俺の言う通りしないんだよって話と同じなわけです。例えば患者さんにある治療法がいいよっていうことで、それに患者さんが迷ってるとしたならばですね、なんでお前医学的に一番正しい方法を選ばないんだよっていうような態度で接してもですね、それは患者さん本人としてはいろんな迷いとか戸惑いというものがあるわけだから、それを押し付けるというようなことになって、それがいいことなんですかというと、どう見てもいいことじゃないですよね。だからそれが教育の指導でも同じなんですけど、これが実は一番いい方法だというのはあるというのは専門家として分かるんだけど、それを家族やご本人が実際やらないからって苛立つ必要は全くないわけで、基本的に間違った判断でデメリットを被るのもご本人なわけだから、こちらとしてはそのリスクとか理由とか、そういうデータとか、そういったものをできるだけたくさん客観的に分かりやすく説明してあげる、つまり私たちはこういう指導者というかアドバイスを送る側の人間として、できる限り最善の方法で知識やそういうアドバイスを送るということを全力で行う以上のことはできないんですよ。それでその本人がどういう判断をするのか、その通り行動しないのかするのかっていうのは、それ本人が決める話なんで、だからそこまでを全部自分の思う通りにならないからイライラするとかですね、ストレスになるっていうのは、私はものすごい傲慢を感じるわけですね。最終的にいろんなデメリットを被るのは家族であったり、ご本人であるということなので、ご本人の判断に委ねるというか、尊重するっていう姿勢も必要かなと思います。家族や本人がこちらの指導している通り従わないと言いますけど、私の経験から言うとですね、従います。ただこちらとしては、例えば1ヶ月3ヶ月ぐらいずっと説明しても動かないということですけど、だいたい半年から1年ぐらいするとですね、1年ぐらい前にしたアドバイスを意外と実行してるってことがあるんですね。例えば私のうつ病の患者さんでも、ずっと家に引きこもって全く一歩も外に出ないっていう患者さんがいました。なので1日10分でもいいから、ちょっと午前中に散歩したらってことをずっと言い続けたんですけど、最初の3ヶ月ぐらい全くですねやらない、ずっと同じ状態で諦めてですね、もう何も言わなくなったんですけど、半年ぐらいしたらですね、突然その患者さんが言うんですね、先生朝散歩するって気持ちいいですね、あ、今頃になってやってるんだっていうふうに思ったんですけど、やっぱりそのこちらのアドバイスが本人に届いて行動に移るまでの期間っていうのは、私の経験でいうと半年から1年はかかると、3ヶ月以内っていうのは無理か不可能か
か、よっぽど本人が冷静で理論的な思考ができる人か、特別な場合ですね。だから基本的に何かを人を動かそうと思えば半年以上はかかるというふうに思っていた方がいいと思うので、ぜひ半年ぐらいの、あるいは半年とか1年以上の、まあそうなると学生さんの場合だと卒業してしまうかもしれないけど、それはそれでまあしょうがないので、気長に関わっていくということがとっても大切なんじゃないかなと思います。精神科医樺沢紫苑の新刊、いい緊張は能力を2倍にする、全国の書店で好評発売中。内容が